皆さんご機嫌いかがでしょうか。大和物語の第168弾13回目です。今日はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、このという漢字を崩したものです。これは、大。二文字、徳。次は、の。二文字、かほ。これは、漢字訳の漢という門構えに来ですね。これを崩したもので、かと読みます。二文字、かた。次は、ち。次は、す。二文字、かた。これは、を。二文字、見る。次は、に。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。この大徳の顔、形、姿を見るに。主語は、うどねりとなります。うどねりは、この大徳の容姿を見ると、となります。次は、ここからです。拡大して読んでいきましょう。まず3文字、悲しい。次は、き。これは、こと。2文字、もの。2文字、にに。これは、す。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。悲しきこと、ものににず。悲しいことと言ったら、例えようもない、となります。次は、ここからです。拡大して読んでいきましょう。2文字、その。これは、人。2文字、にも。2文字、あら。次は、す。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。その人にもあらず。以前のその人の面影はなく、となります。次は、ここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、かけ。次は、の。2文字、こと。これは、く。次は、に。2文字、なり。そして、て。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。影のごとくになりて。影のように痩せ衰えて、となります。次は、ここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、たた。2文字、みの。次は、を。2文字、のみ。2文字、なん。次は、き。2文字、たり。2文字読んでみましょう。ける。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。ただ、みのをのみ、なん、きたりける。ただ、みのだけを着ていた、となります。次は、ここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、少々。次は、に。これは、て。2文字、あり。これは、し。次は、とき。次は、の。2文字、さま。次は、の。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。少々にて、ありし時の様の。少々であった時の様子が、となります。次は、ここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、糸。2文字、きよ。これは、け。2文字、なり。
次はし。次はを。これは2文字、おもひ。次は3文字、いてて。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。いと清げなりしを思い入れて。大層清楚であったのを思い出してとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、波。次はた。これはも。次はと。2文字、まら。2文字、さり。2文字、けり。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。涙も止まらざりけり。涙も止まらなかった。となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、かな。次はし。2文字、とて。次はも。2文字、かた。2文字、とき。2文字、人の。これはる。次は、ルヘと書いてあります。2文字、雲。2文字、あら。次は、ぬ。山。これは、の。2文字、奥。次は、なるという漢字を崩したものです。3文字、けれは。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。悲しとても、片時人のいるべくもあらぬ山の奥なりければ。悲しいと言っても、片時も人がいることができそうもない山の奥だったので、となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、泣く。次は踊り字です。2文字、さら。これは、は。次は、と。2文字、いひ。次は、て。これは、か。2文字、へり。2文字、さて。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。泣く泣くさらばと言いて帰りさて。さてとありますが、これは帰り来てとした方がよろしいと思います。泣く泣くそれではと言って帰ってきてとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、この。これは、大。2文字、とく。これは、た。2文字、つね。3文字、いてて。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。この大徳、尋ねいでて。この大徳を尋ね出してから、となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、あり。2文字、つる。2文字、よし。これは、を。2文字、かん。次は、の。そして、く。2文字、たり。次は、け。これは、い。
次はせ。二文字させ。二文字けり。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。ありつるよしを勘の下り形せさせけり。これまであった事情を以上述べた通りに申し上げたとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、き。二文字、さい。次は、の。これは、みやという漢字を崩したものです。次は、も。二文字、いと。二文字、いた。次は、う。二文字、泣き。二文字、玉。次は、ふ。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。記載の宮も、いと、いとを泣きたも。記載の宮も、大層ひどくお泣きになる。となります。次は、ここからです。拡大して読んでいきましょう。まず3文字、さふら。次は、ふ。2文字、人々。次は、も。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。さぶろう人々も。おそばにいる人々も。となります。次は、ここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、いら。2文字、なく。2文字、なん。2文字、泣き。3文字、あはれ。2文字、かり。これは、け。次は、る。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。いらなくなん泣き、哀れがりける。大層お気の毒に思って泣いたとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、宮という漢字を崩したものです。次は、の。これは、ご。二文字、帰り。次は、も。二文字、人々。次は、の。二文字、せう。これは、そ。次は、こ。そして、も。二文字、いひ。次は、三文字です。つけて。これは、また。という漢字を崩したものです。これは、や。次は、れ。これは、り。三文字、けれは。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。宮の恩帰りも、人々の消息も、言いつけてまたやれりければ。宮様のお返事も、人々のお手紙も、このうどねりに言いつけて、また持って行かせたところとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、あり。次は、し。これは3文字です。ところ。2文字、にも。次は、また。二文字、なく。二文字、なり。次は、に。二文字、けり。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。ありしところにも、また、なくなりにけり。
大徳は先日いたところにもまたいなくなってしまったのだったとなります。今日はここまでです。それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。